クォーターバックのポジションでクォーターバックはアメリカンフットボール、カナディアンフットボール、アリーナフットボールで攻撃の選手にプレーを指示する攻撃側のリーダーの役目を追うポジションであり、ほとんどのプレイコールで攻撃の起点となる司令塔のポジションである。パスを投げるドリューブリーズ近代フットボールにおいてクォーターバックは攻撃のリーダーである。クォーターバックはほとんどのプレイコールでボールに触れ、 クォーターバックの出来がチームの結果に大きく左右する。従って、クォーターバックはチームスポーツにおいて最も栄光と注目が集まるポジションである。各プレイの間にクォーターバックは次のプレイ内容を攻撃の選手に伝達し、センターの主に両足の間からボールを受け取り、攻撃が開始される。スナップをするタイミングはクォーターバックが発する。 スナップカウントと呼ばれる号令によって決められるが、クォーターバックは相手の守備の陣形や動きを読み、攻撃開始前に作戦の変更を味方の選手に伝達することもある。ほとんどのチームにおいて作戦はサイドラインのコーチが決定するが、クォーターバックへの伝達後は、クォーターバックの独自の判断に委ねられ、作戦が相手守備に適合しない場合や試合の残り時間が少なくて、 サイドラインと作戦のやり取りをする時間がない場合には、クォーターバックによって作戦を決定することになるので、クォーターバックの判断力や戦略の理解力により、チームの攻撃力が大きく左右されることになる。第41回スーパーボール MVP のペイトン・マニングはこのオーディブルを多用するプレースタイルで知られている。スナップを受けたクォーターバックは、ランプレイでは主に、 ランニングバックにハンドオフやピッチにより、ボールを渡し、パスプレーにおいては、ワイドレシーバーや、タイトエンド等の有資格レシーバーにパスを投げる。また、機動力のある、クォーターバック自身が作戦として行う場合や、サックから逃れるためのスクランブル、短い距離を稼ぐためのクォーターバックスニークなどで、クォーターバックがボールを持って走ることもある。 攻撃の起点以外のクォーターバックの役割としては、プレースキックにおけるホルダーが挙げられ、この場合は控え、クォーターバックが、この役割を追う。控え、クォーターバックをホルダーに起用するメリットは、フィールドゴールに見せかけて、通常の攻撃を仕掛けるフェイクフィールドゴールにおいて、パスが正確なクォーターバックをホルダーに起用しておくと、プレーの成功率が上げられることにある。しかし、 戦略が複雑化した近代フットボールで、クォーターバックは、キッカー陣に比べて、練習量が多いため、最近では、ほとんどのチームが控え、クォーターバックではなく、パンダーをホルダーに起用している。また、2008年にマイアミドルフィンズが採用して、NFL を設計した、ワイルドキャットという特殊なフォーメーションでは、クォーターバックの位置にランニングバックがセットし、クォーターバックは、 ワイドレシーバーの位置にセットする場合が多いので、パスのターゲットやランのブロッカーの役割を負うことがある。ディフェンス選手をかわすマイケルビッククォーターバックはパスを投げることが中心的な役割であるので、肩の強さ、パスの正確性が身体的能力として求められる。パスラッシャーが迫る中、フリーのレシーバーを正確に素早く認識することが求められるので、 視野の広さ、空間認識能力も必須である。ディフェンダーのパスラッシュから身をかわすためのステップワークも重要であり、いずれもスーパーボールを複数回制したジョーモン棚やトム・ブレデリは、ステップワークにも定評がある。また、足の速さは必須能力ではないが、クォーターバックの重要な武器となる。近年、ディフェンス選手のスピード化が進み、迫ってくる。 ディフェンス選手から逃れるための機動力が必要であるのみならずクォーターバックが自らボールを持って走る戦術を採用するチームやヘッドコーチが増加してきておりクォーターバックの機動力の重要性が増す傾向にあるこのように自らが積極的にランプレーを行うクォーターバックは一般的にモバイルクォーターバックやスクランブラーと呼ばれているしかし一方でクォーターバックは チームの命運を左右する重要なポジションであり、怪我により、クォーターバックが離脱すると、チームに与える影響が多大なものとなる。そのため、クォーターバックの機動力を活かし戦術に慎重な、ヘッドコーチも多い。スーパーボールに複数回出場したジョニー・エルウェイや、スティーブ・ヤングが機動力のある、クォーターバックの代表的な選手として挙げられる。2000年以降では、ラッセル・ウィルソン、コリン・キャバニック、 ロバート・グリフィン3世、キャム・ニュートンなどが機動力のあるクォーターバックとして知られているが、キャパニックとグリフィン3世は活躍後に短期間でチームから離れており、機動力を武器としたクォーターバックは短命に終わる傾向がある。なお、機動力を武器にするクォーターバックをモバイルクォーターバックやスクランブラーと呼ぶのに対して機動力を武器としない、 クォーターバックは攻撃ラインが形成するポケットに止まってパスを投げることからポケットパサーと呼ばれる。モンタナと共にウェストコーストオフェンスを完成させたビルウォルシモト4 9ナーズヘッドコーチ1980年代、ジョーモンタナを擁する4 9ナーズが新しいオフェンスシステムを採用し黄金期を築いたことにより、その後多くのチームが採用した。 4イナーズを中心とした西海岸のチームがこのシステムで高成績を収めたため、ウェストコーストオフェンスと呼ばれている。1970年代までの基本的なオフェンスシステムは、ランプレーでディフェンスに前を警戒させるようにして、パスプレーでその後ろ側のロングパスを狙うというものであった。このシステムでクォーターバックには肩の強さとロングパスの正確性が主に求められた。 一方、ウェストコーストフェンスでは、スナップ後に早いタイミングで、マークの空いたレシーバーにショートパスを繰り出すものであり、クォーターバックには、肩の強さよりも、相手ディフェンスへの読みや、瞬時の判断力が求められる。1990年代以降、ウェストコーストフェンスを基礎とした、様々なオフェンスシステムが開発され、多くのチームで採用されているため、現代のフットボールにおいて、 戦術理解や判断力、冷静さといった頭脳的な能力が、クォーターバックにとっては重要な能力となっている。83年組で唯一スーパーボールを制覇した、エルウェイ1983年の NFL ドラフトは、クォーターバックの当たり年であり、この年にドラフトされた、クォーターバックのことを、アメリカでは、クラスオブ83と呼ばれている。 1984年から1993年までの10年間で83年組のクォーターバックは9回スーパーボールに出場したが、いずれも敗北した。リーグを代表するクォーターバックを多く排出しながら、なかなかスーパーボールを制覇できなかったため、悲運の83年組と呼ばれるようになった。83年組のクォーターバックが次々と引退する中、1997年、 1998年の第32回、第33回スーパーボールで、ジョン・エルウェイが83年組として初のスーパーボール制覇を果たし、史上、詳細は、背番号アメリカンフットボールを3章クォーターバックの背番号は、NFL において1から19までと規定されている。ありがとうございます。